おはようございます、長フォルテです。シャキーン。本日は皆様に大切なお知らせです。じゃんじゃ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 じゃんパンっていうね、僕のライブ CD が完成しました。パチ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 、早速開封していきましょう。ペリ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 、というわけでね、私のファンという CD が完成しました。これはですね、私がコンサートをいろんな箇所で行ったんですけども、そのコンサートの中から一曲ずつね、抜粋していって、最高の、もう最高の生演奏の臨場感たっぷりの、もう僕のね、全てが詰まってるというライブ版 CD となります。今まで僕は CD を作るためにホールを取ってレコーディングをして、まあ、納得いくまで撮り続けてたっていうね、いわゆる CD もあったんですけども、初めてたくさんコンサートができたことによって、ライブ版だけの CD が完成しました。曲目がすごいんですよ。まずショパンエチュード10-1番、これはですね、4月の22日に豊洲シビックセンターホールというところでね、演奏した10-1が入ってます。そしてお次、ドビュッシー月の光、これはですね、岡山県にあるゆるびの屋ホールで7月17日に演奏したコンサートの音源です。それ以外にもラフマニノフの鐘だったり、そして今回は何を入れたのかというと、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を小針くんと、2台ピアノでいろんな場所で演奏したんですけども、その中でもファッツオリ2台でやった公演があったんですよ。わざわざファッツオリがあるホールを取って、そこにファッツオリを持ち込んで、2台のファッツオリでラフマニノフピアノ協奏曲第2番を演奏したコンサートがありまして、そのラフマニノフピアノ協奏曲第2番をもう全部生で詰めてるというね、最強の CD となってます。そしてボーナストラックとして、私のね、まあ、爆笑トークっていうね、英雄ポロネーズをする前にやる爆笑トークが入ってて、そしてその後に英雄ポロネーズを聴くという、本当にね、もうコンサートのような形の、CD が完成いたしましたので、皆様ぜひともチェックよろしくお願いいたします。これはですね、11月7日から発売開始となります。そして11月7日から11月30日僕の誕生日までですね、11月30日、全然ね、プレゼントとかいるよ、いるけどね、全然別にこんなとこでアピールしてるわけじゃないよ。うん、11月30日までにご購入いただいた方は、いろんなパターンのカードを僕がそこにサインをして、特別にね、皆様にね、プレゼントできればと思っておりますので、ぜひともこの機会にチェックよろしくお願いいたします。僕が今までね、コンサート映像をね、たくさん YouTube 上に公開してるんですけども、それはですね、コンサートのワンシーンとかをたくさん公開してきたんですけども、そのコンサートの中からもう丸々一曲が、いろんな公演の分がもう詰め合わせセットっていう最強の CD ですので、ぜひとも皆さんこの機会にチェックよろしくお願いいたします。そしてまた来年にはね、またレコーディングをして、まあ、自分が納得いくまで演奏し続ける形の、そのレコーディングした CD をまたプレゼントできたらなと思っておりますので、お楽しみに待ってください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。ぜひともチェックよろしくお願いします。それではグッバイ。